どうもすすません大阪杯の結果分析です1着アルアイン2着奇跡3着ワグネリアンでした奇跡が逃げるかと思ってたんですがエポカ道路が逃げましたね、まあ、ただエポカ道路もある程度競馬を作れるだけの能力はありますんで特に大きく展開面で思ってたのと違う感じにはならなかったかなというような感じですね思った通りの感じの展開にはなって でさらにアルアインもいいポジションを取れてもともとスピードもある馬ですんで最初の隊列の時点でこれで多分アルアインは大丈夫だろうなっていうような感じになりました。で実際に手応えなんかすごく楽に回ってきてっていうような競馬で余裕がありましたんでですから今回全然人気がなかったんですけれどもそれは過小評価だったっていうことですね。今まで条件がなななかかかみ合わなかった 中で今回は右回りの 2,000m 条件としてはかなり良かったですし内訳も引いてっていう中でさらに北村雄一吉もうまいジョッキーですんでそれでこういう機会だからこそ考えなきゃいけないことってあると思うんですよね。今回はアルアインがうまくいって全てがかみ合って勝ったからいいんですけれどもでも。 不利を受けたりだとか出遅れたり隊列が悪かったりだとかいろいろとかみ合わないパターンで負けたパターンもあったわけであって競馬っていうのはですね結果っていうのはほんの一部でしかないんですよね今回の結果っていうのはほんの一部の可能性の中可能性がいろんな可能性があった中でのほんの一部でしかなくて別の可能性の方が多かったりはするんですよね。ですから もしアロアインが今回結果を残せなかった場合それを想像してもらいたいんですけれども一発屋みたいな感じで皐月賞は分かったけれどもその後はいまいちな馬として続いて能力的にもやっぱり他の馬たちの方が上だったなっていうような感じの評価をずっと受けるそういったような形で競争生活を終えてた可能性もありますしまあそれは ここに出走すらできずにどっかで故障した場合でもそういうことがあり得た場合がありましたしまあとにかく結果っていうのはほんの一部でしかないということですね、まあ、例えば先日引退したミッキーロケットなんかに関しても宝塚記念でうまくポジション取りをして私もうまく乗ってっていう一レースがあってやっと G1 勝ちましたけれどもそれ以前にですね5倍10倍 うまく乗れなかっったたレースもあったわけですよ、ね、10回のうちに1回うまく乗れたっていうような感じに近かったところもあってそこで結果を残せたからシボバーとしても箔がついたというかもしかしたらそこで結果を残せなかったシボバーにもなれなかった可能性があったっていうようなそういったような裏側の部分ですね結果以外の部分っていうのもありえたわけであってそういうことが 競馬ににはいいっぱい日常的にあるわけで、まあ、ほとんどその能力を出しきれずに素質を生かしきれずに去っていく競走馬たちはいっぱいいるっていうことはそれは常に競馬を見る上では考えておいてもらいたいなっていうふうに思いますしその結果以外の大部分っていうのが競馬の主な部分かなっていうふうに思いますね。 そういうふうに考えても今回はアルアインは勝ちましたんでアルアインにとってはすごくいい結果だったなっていうふうには思いますでもやっぱり僕は競馬が好きなんで馬券や予想が当たる運の二の次でまずは G1 として競馬が面白くなるかっていうところを一番楽しみにしてるんですよねそう考えると G1 としてはちょっと物足りないような内容ではあったかなっていうような感じで 一つ前の10レースのミドースジステークスなんかはすごく見応えがあって面白かったんですが、まあ、さらにこのメンバーでそういうなんか力の入るようなそういったようなレースになってほしかったなっていうのとあとは意外性ですね思ってたよりもすごい強い競馬したなっていうような馬なんかが出てくれるとすごく楽しみが広がるんですけれども、まあ、レース前に想定してた通りに全部収まるような感じで まあ、逃げ馬が引っ張るような流れになると外を回る馬たちが仕掛けのタイミングだとか進路取り次第でロスが大きくなって外も頭たちが不利な展開になる、まあ、これはほぼ思ってた通りだったんですがただちょっと内外の差が大きすぎたかなというような感じで結局いい競馬をした馬たちっていうのは内目を通った馬たちだけですよね。 2着の奇跡も2番手から、まあ、2番手はまあ少し外なんですがそんなに関係なくあとはまあカ引きワグネリアンアルアイン3頭とも内目を通ってましたよね。これが道中の細かいラップなんですが、まあ、勝ち時計とかに関しては両馬場発表だったんですがややおもに近かったというか。 まあ多分、あの、両馬場にした方が馬券の売り上げが上がるということで、早めに両馬を発表にした可能性はあるんじゃないかなっていうふうに、まあ以前からそういったような疑いのある日はありましたんで、その可能性はなくはないかなっていうふうに思いますね。ですから実際には、八重山と捉えた方がいいような、そういったような馬場だったんじゃないかなっていうような感じなんで、2000メートルの時計で言うと多分、2、3秒ぐらい、 時計がかかってた可能性がありますんで、まあ、2分1秒0はそれなりですねそこまで極端に遅い時計ではないと思いますねで 1000m の通過1分1秒3これに関してもですね、まあ、その半分ぐらいですね、まあ、3秒と考えても1.5秒ぐらいは 1000m でかかると考えると、まあ、平均ペーススロー寄りの平均ペースぐらいなんじゃないかなというような感じのペースで捉えていいと思いますね。 それでこれは僕がよく言ってることなんですけれども前半の1000メートルはそんなには影響しないことの方が多いんですよねどちらかというと後半1000メートルが重要で後半1000メートルのペースメイクあとはどれぐらいで上がったかだとか、まあ、数字以外で言うとどういう質でどういうレベルで強い馬たちのプレッシャーがどうだったかだとかいろいろあるんですが 1000m の通過が1分1秒3で 2000m タイムが2分1秒0なんで59秒7で後半 1000m 上がってますねまあ大体1分ジャストぐらいかなっていうような感じなんですがまあこれがどうかなんですけれどもこちらは同じ日に行われた1000万下条件の道中のラップです 1000m の通過が1分5秒1で 勝ち時計が2分4秒7ですから大阪杯と同じぐらいで後半 1000m 上がってますね。確かに 1000m の通過が1分5秒1で超スローですね。大阪杯の方は1分1秒3でしたんで前半かなり楽をしたっていうところはあるんですが、まあ、それでも,もやっぱり後半ロングスパート気味に。 なったとということを考えるとそう考えるとその競馬で1,000万した条件でも1分ちょい切るぐらいで上がれたっていうところを考えるともちろん大阪杯の方が後半 1,000m 厳しい競馬でしたしレース全体も厳しいレースではあったんですがただ、まあ、GI に出走するレベルの馬たちを考えると打ち目を通れた場合ですねその場合だとそこまできつい競馬でもなかった可能性があるかなっていうような感じで。 後方から追い込んでき道中打ちで楽できた特に後半戦メートル打ち目で足をためれた馬たちに関してはそこまで高く評価しすぎるのは危険な可能性はあるかなっていうようなことですね、まあ、ただそこで勘違いしちゃいけないのは逃げたエポカ道路だとか先行したアルアインやっぱり前のポジションから競馬をするということはそれだけ負担がかかるリスクがあるっていうようなところで。 特にエポカ道路なんかは逃げてて奇跡に2番手からプレッシャーかけられてそういった中で早め早めにエポカ道路はきつい競馬をしていったような感じもありますんで評価を落とす必要はないんですけれども後方から追い込んできた中段よりも後ろから内で足を止めて追い込んだたちに関してはある程度はまった可能性もありうるかなということでですね。それで,ですね。 まあ数字だけじゃないんですけれども見た目的にもっていうところでちょっとここで動いちゃいけないタイミングっていうのはあったと思うんですよねそれはラスト800メートル通過してラスト400に入るぐらいまでのところですねそこの400メートルぐらいですね1400メートル1600メートルっていうふうにここで書いてあるところですねここはあまり動いちゃいけないようなところでそこで外を回って 動いたりだとかした馬たち外を回った馬たちっていうのは結構競馬に飲まれたような感じというかロスが大きかったと思います逆にそこで動かずうちの方で足を溜めてたマカヒキワグネリアンアルアインなんかは楽して回ってこれた部分はあったかなっていうような感じで、まあ、その辺でうちで溜めれた馬たちはやっぱり構想したなっていうような感じはあって逆に外を回ったブラストワンピースとかあの辺の馬たちに関しては ラスト600ぐらいから仕掛けたりなんかしてましたんで外を回った馬たちについては余計な足を使わされたというかまあやっぱりその勝負どころで仕掛けようとした時に前の馬たちが止まらないっていうような感じでなかなか前に追いつかないっていうのは馬にとってストレスというか負担がかかるようなところがありますんでそういったふうに外を回った馬たちについては追いつこうとしてもなかなか追いつけないスッと上がっていけないっていうのは。 ロスがかかなり大きかったかなないうようよ感じの競馬ではありましたね、まあ、たねだそこは能力が足りないということでもあって抜けて強い馬だったら問題なくっていうような感じだったと思いますんでそこに関してはやっぱりその人気ほどは差がなかったというか「ブラストワンピース」なんか一番人気でしたけれども一番人気で信頼できるほどの能力もあったわけではなかったということですね。 それでは右の方から一頭ずついきます。マカヒキ。マカヒキはですね、パドックで馬体を見たとき、まあ、前走の京都の時は足と胴体がバラバラすぎて良くないなっていうような感じだったんで、それと比べるとよくは見えたんですが、ただ、不調っていうふうに僕思ってしまったんですよね。それに関してはですね、ちょっとその、 勘違いいしてたた部分はあったというか、例想にですねもう一回パドックでパタイを見てみたら調子自体は良かったんだと思いますね。足の筋肉なんかもしっかりとしててで力強さもあってバランスも悪くはないというような感じなんですがただそのパドックで不調っていうふうに見えた理由としてはやっぱりそのなんかいろいろと。 目立つものが足りないというか、切れ味が戻ったような感じがあるだとか、それがすがるさが増してて、スピード競馬、逃げ馬が作る競馬とかにもスッとついていけるような器用さを感じるだとか、そういったような、なんか見た目的にですね、な何か一つ鋭さというか、変わったものが見えれば、 よく見えたんでしょうがそういうところが見えなかったという意味でそれであんまり見栄えもよくはなかったのかなというような感じですねでもレース後にもう一回パドック映像を見てみるとしっかりとした感じの筋肉がついてますし馬体全体も力強さはあるというような感じでですから、まあ、道中内目の方で足をためられてそれで進路取り的にも。 真ん中ころ外に出すいいうそううそったような直線で遠心力に逆わらないい形でで基本にに忠実に追い込んできたそれだったらある程度はまってもおかしくはないかなっていうような感じのそういったような力はあったのかなっていうような感じでただこれがまたもっとその器用な足を必要になったり切れる足が必要になったりだとかそういったような展開だったら違うでしょうし。 今回に関しては他の馬たちが止まってくれて他の馬たちが止まってくれたらやっぱりスッと前に進んでいきやすいっていうところが追い込みもありますんでそういった意味でのハマり方もした部分もあってっていうような感じですねさっきもラップのところで説明したように、まあ、1000万下とそんなに変わらない後半の上がりですね1分逆ぐらいでの競馬で、まあ、上がりもある程度かかってるっていうところもあって 今の若引きはその器用さとか反応の良さとかそんなにはないズブイっていうような感じで前が止まってくれればっていうような感じの馬だけに後半1メートルがある程度上がりがかかる力のいる馬場だったっていうこともはまりやすかった原因ではあったかなっていうような感じですねこれがまた58秒台とかで他の馬たちもコーナーからスピードに乗ってっていうような直線でもなかなか止まらないような競馬だったら 今の若引きにはそれを自力だけで差し切るだけの切れる足はないだろうなというような感じは馬体から感じるところがあってまあやっぱりダービーの時みたいな切れ味は今はないというような感じではあるかなというようなところはありますね。まあ、でもそのパワーとしぶとさということに関しては大きく衰えてないところがあって、まあ、こういうはまり方もあるということで宝塚記念もある程度 他の馬たちが止まるような消耗戦になった時にはまった時にはいいところ出る可能性はあり得るかなとは思いましたね。で、まあ、岩田騎手がレース後のコメントで打ちをつけばよかったって打ちをつきたかったっていうようなことを言ってたんですがそれは後でワグネリアンのところでも説明するんですが打ちをつくとですね直線に入ってすぐのところですね直線の前半部分のところではいい足を見せたりだとかしやすくなるんですが ゴール前でですね、失速したり、同じような足色になることが多いんですよね。それが打ちつきでよくあるパターンなんですが、実際にワグネリアンなんかは、一旦直線入ってから直線半ばぐらいまではですね、前のアラインをかわす勢いみたいな感じがあったんですが、ゴール前で似たような足色になって、かわしきれずっていうような感じになったんですよね。やっぱり遠心力っていうものをうまく利用して、 内から真ん中どころ外に出すその加速の仕方をしてしかもしっかりと体勢を整えてから追い出すというような形その形だと持続的に足を使いやすい傾向にあって今回のマカヒキは内で足を貯めてそれで徐々に真ん中どころ外に出すというような理想的な進路を取れたんでゴール前でも伸びた状態でゴールできたというような感じですね。要するに 蓋の少ない進路を取れたっていうところで後半ゴール前もしっかりと伸びれるっていうところがあってこれがまた打ち付きだったらゴール前で甘くなってた可能性もあったっていうことですね。ワグネリアン。ワグネリアンは長期休養明けだったんですが必要な筋肉はついてましたし仕上がりは良かったんだと思います。ただ成長したかというとなんか ガラッと変わったなっていうものは感じなかったですし単純に横の比較でアルアインとかと見比べてみるとスケールでアルアインの方が上回ってるっていうような感じがあってまあちょっとその力不足というかなんかちょっとスケール的にちょっとどうなのかなっていうような感じはありましたでもレースで3着に来てあわやっていうような競馬をしましたよねこれはちょっと レースの映像を見てる時ですね、それはちょっとびっくりした部分はあったんですが、ただ、レース後にですね、いろいろと考えて、馬場とか、レース展開とか考えてみると、やっぱり内を通った馬たちの方が断然有利っていうようなところがあって、特にワグネリアンはですね、中段ぐらいですね、まあ、後ろの方から追い込む競馬になりましたんで、 特にうちの方で足をためながら回ってこれたっていうのは有利でしたし4コーナーの手前から4コーナー前後ですねあの辺エポカドールが勝負かけてペースを上げているところでそこで外を回った馬たちっていうのは結構ロスがあったんでそこでそのタイミングにワグネリアンをうちで足をためられたこれっていうのはうまく立ち回れたなっていうような感じはありますねただそれもですねある程度能力がないとできないことですし しかも長期休養明けでこれだけ走るっていうのはやっぱりワグネリアンのメンタルの良さというか生まれ持った気品というか競走馬としての質の高さっていうものを感じたところがあってまあ確かにそのもっと厳しくタフな競馬もしくはタフな競馬をせざるを得ないようなポジション取り進路取りになった場合だと力不足っていうような感じになる可能性はあるんですがこういうふうにある程度この馬の 足を溜めながら、後半の足をためながら回ってきてそれで叩き合いに持ち込むそういうような形だとやっぱり生まれ持った勝負根性というかしぶとさっていうところいろいろと競馬に行っての良さっていうところもあるんだなっていうふうには確認しましたそれともう一つ進路取りについて触れておきたいんですが、まあ、福永騎士は早い段階で 打ちを突くっていうようよな一発を狙うような打ちの突き方をして早い段階でやってしかもま体勢も整えてから追い出してますんでそこまで極端なロスはないんですがやっぱりベストの進路取りでではないんですよねちょっとでも外に出した方が遠心力とかそういったものを利用して負担が少ないかなというような感じで特に今回の競馬っていうのはエポカ道路がですね、まあ、奇跡も背面仕掛けてたんですが。 その辺の逃げ馬先行馬たちがですね4コーナーの手前から4コーナー回るところ直線入ったところそこを勢いつけて回ってるわけですよね要するにそれだけスピードに乗ってる分回りながら内に切れ込むっていうようなことはですねちょっと負担がかかる傾向にもあってベストということに関してはちょっとでも外に出すということで エポカ道路の外がちょっと空いてましたんで少し待ってでもあそこからっていうような感じになった場合だともう少し際どい競馬になってた可能性はあるかなっていうふうに思いますねやっぱりその直線入って直線の最初の部分では伸びて直線半ばぐらいではアルアインに並びかけるそういったような感じになったのに対してゴール前では似たような足色になってしまったこれっていうのはやっぱり進路取りも影響してる部分があって。 もっとゴール前のところでしっかりと伸びる足を使うということに関しては外に出した方がやっぱり伸びやすかったかなっていうような感じでそっちの方がビクトリーロードに近かったは近かったと思いますねアルアインアルアインはまあ、道中の対列とポジション取りの時点で安心して見てられましたしどっかのタイミングで他の馬が先頭バインに来るだとかそういったような変な動きさえなければっていうような感じだったんで もう4コーナーの手前の時点でもう大丈夫だろうなっていうような感じにはなってましたね。でどちらかというと僕は夢馬券で持ってたムイトブリガードの方を4コーナーの手前なんかで見てて早く仕掛けてくれよしっていうようなもうムイトブリガードの仕掛け遅れの方が気になってたぐらいででアルワインに関してはもう僕ちょっと馬券もそんなに大きな額を買ってなかったこともあって。 まあ大丈夫だろうなというような条件戦と同じような感覚で見れたような感じではありましたねちょっと条件戦でちょっとだけ勝ってたんで守りに入るような馬券の買い方しててこれがまた負けが込んでて一発逆転という風にぶっ込んでたらもう少しハラハラしながら見てた可能性もあったんですがとにかくこの馬に関しては条件が噛み合うかというところで左回りだとちょっと乗り方足の使いどころが難しいイメージがあって。 素足の持続力とか切れる足をもっと使う馬がいたりだとかそういったような馬が出てきやすくてこの馬のスピードとセンス自体はある程度は生きる左回りも問題ないはないんですがやっぱりちょっとパンチが足りないというところが響きやすいのに対して右回りだとこういうふうにセンスを生かしていいポジションからスッと立ち回ってしぶとさを生かすそういったような競馬をしやすいかなというような感じで。 特にこういうふうにコーナーから他の馬たちが足を使ってくれるような展開の消耗戦とかになると叩き合いでいいところが出やすい傾向にありますね。まあさらに内枠を引いて北村雄一騎手ということでやっぱり技術的なレベルが高いジョッキーが乗ってるということでしっかりと最後まで伸びたっていう部分はありますね。エエポポカカ道道路。エポカ道路は、まあ、ジョッキーも、 前走よりも良くなってたってコメントしてるんですけれども、まあ、僕も見た目的に確実に良くなったなっていうふうに感じました足の筋肉なんかもしっかりとしててすごく良くなったような感じではあるんですけれどもただやっぱり横の比較でいくとですねちょっと大物感が足りないというかスケールという意味でもちょっと厳しいところがあってこれがまた追い込み馬とかだったら まだその負担が少ない形になる可能性があるんですが逃げたり先行したりそれで正攻法でまともに競馬をした時ですねそういった時に周りに強い馬がいる時ですねそのプレッシャーをかけられる形になると今回みたいに厳しいなっていうような感じではあって実際にそういう競馬にはなりましたねでこれがまたマークが甘かったりだとか例えば1馬身2馬身3馬身と ちょっと楽に離れたポジションから競馬ができるような形でマイペースで競馬をできるそういうような形だったら違うんでしょうが奇跡の川田騎士もそこまでエポカ道路を気にしてたような感じでもなくてどちらかというと川田騎士は奇跡の力を信じて乗ってるっていうような感じのマイペースの競馬をしてたかなっていうような感じで道中はエポカ道路はそこまで大きなプレッシャーは感じてはなかったと思うんですが。 まあただやっぱり勝負どころに入ると奇跡もプレッシャーをかけるような形になりましたしエポカ道路を戸崎氏も早め早めっていうような意識でどんどんコーナーからペースを上げるような意識を持ってたんですがまあやっぱりちょっときついなっていうような感じで特に4コーナーから直線を向くところそこの回り方なんか見ても。 突っ張ったような走り方になってて、もうコ,コーナーでだいぶ足を使ったなっていうような感じなんですよね。あの形になると、このタイプはきついですよね。スプリングステークスとかサツキショウとか、かかった時っていうのは、マイペースで足を止めながら回ってこれて、それで直線での足があったんですが、もう直線を向いた時には足がないような状態ですんで、こ,とこの形だとっていうような感じですね。まあ、そう考えると、やっぱりこの前に関しては 追い込む競馬も,もう少し覚えさせたりだとか客室,に幅を広げ客室の幅を広げていかないとレースによっては厳しいかなというような感じで、まあ、それか、まあ、逃げる形になるんだったら大逃げ大打つだとか2番手に奇跡みたいな強い馬が来るっていうそういう想定の中ではある程度その。 奇策みたいなものも考えておかないとまともに競馬をしたらこれできついっていうことは分かったと思いますんでまあそういったようないかに直線向くまで楽をできるかっていうことを考えなきゃいけないタイプの馬でもあるのかなっていうような感じですね。向い,いとオブリガードはまあ追い切りの時点で良くなってるなっていうふうに思ってましたしパドックで馬体なんか見ててもだいぶ良くなってきてましたね。 まあ一番いい頃の出来に近づいてきたというか、まあ、それでもちょっと頭を下げるような感じの歩き方ですねぬぼーっとしたような感じになって見栄えが悪いところは歩っちゃってでやっぱりフットワークですねレースの中のフットワークでもちょっとふわっとしちゃうようなところっていうのは残っててその辺がピリッとすればもっと良くなるのになとは思うんですがまあちょっと 気象的ににななななかかかそこここままでピリッととしていい可能性ももああるタイプかなっていうふうには思うところもありますね。ただやっぱりその辺に関してはですね勝負どころでビシッと気合いをつけてしっかり走るようにしてあげるだとかそういったことでカバーできますんで今回に関してはとにかく仕掛け遅れなんですよねまあスタート直後はある程度中段ぐらいのポジションを取りに行ってっていうような感じだったんですが。 まあ道中は馬なり馬の気分に任せるっていうのが横山のリー色騎手がよくやるパターンでで一旦最高峰に近いところまで下がるこれは負担をかけないということに関しては良かったとは思いますし腹をくくった乗り方にはなったとは思うんですがただその後ですね4コーナーの手前のところ他の馬たちは気合いつけて仕掛けてるのに。 ムイトオブリガードの横山紀弘騎手だけ馬なりでそれでちょっと離されてるんですよね。馬の気分優先主義っていう部分これはハマった時にはですね横山紀弘騎手好奇情っていうような鮮やかな名手っていうような感じになるんですがやっぱり馬っていうのはですね競馬をそんなに知ってるわけではないですし勝負どころっていうのはジョッキーが教えてあげなきゃいけないわけであって。 いかに他の馬たちと比べて有利に競馬を進めさせてあげるかそれっていうのはジョッキーの乗り方手腕っていうところもあるんですよね。ですから、まあ、他の馬たちがああやって仕掛けた後に後手後手に回るとやっぱり置かれちゃいますし離されちゃうっていうところがあってあそこ無知入れてでもついていかなきゃいけないところで馬の気分を優先する時とそれと 無理,無理にでも動かさなきゃいけない時っていうのがあってそこの無理にでも動かさなきゃいけないっていうところで横山紀弘騎手は自分のスタイルを崩さなかったそれで結果として足を余してるっていうようなところがあるんですよねあそこでしっかりと気合いをつけて勝負どころを馬に教えてあげてついて活かすことができてたら掲示板以上あった可能性もあるんですよねちょっと3着以内までは難しかったかもしれないんですけれども。 ただやっぱり後味の悪いちょっともったいない競馬にはなったなっていうような感じでただもしかしたら陣営の中には人気的には百何十倍、160倍、170倍とか単をついてたと思うんですがその馬をこれだけ上位に持ってきたさすがっていうふうにいい方に捉えてる可能性があってそれは僕はそうじゃないよっていうふうに言いたいですね。それはは、レース前からムイドーリガードは もっと高く評価されるべき馬だっていうふうには言ってましたし実際に競馬内容なんか見てても足は増してるんですよね。ですからこれは100点の騎乗ではないということは明らかなんでもっと上がり目があるそして今回の結果でちょっとムイト・ブリガードは今後は少しずつでも人気してしまうちょっと能力があるっていうことはバレてしまいましたんで。 ちょっとこのタイミングでしっかりと結果を残してもらいたかったっていう部分は僕の中にはありますね。ちょっとしゃべってる中で単勝オッズ出てきたんで調べてみたんですが160倍170倍どころか218倍ついてますね最低人気っていうところでもう明らかにそんな低評価をされるような馬ではなかったということでもうこの馬に関しても過小評価されてたということだけじゃなくて今回の結果 でも満足しちゃいけないもっと評価されるべき馬だということでそれはちゃんと言っておきたいですね。奇跡奇跡はですね本当に良くなってますね足の筋肉のつき方なんかも前走までとはちょっと違うような感じでまたワンランク馬がパワーアップしてるなっていうような感じでその辺に関してはやっぱりスミキ球車のその馬の凄みを出すということ レベルの高さっていうところも、スミー級車の凄さっていうところも響いてきてるなっていうような感じですね。まあ、もちろんそ、そこまでの段階として、一旦中竹居車がうまく伸び伸び走らせて、奇跡のいいところ前向きさ、成長段階の中で必要なものを引き出したっていうところもありますんで、中竹居車プラススミー級車っていうところで、これだけ馬が良くなったっていうところもあるんで、それで、ね、 まあ逃げるかと思ってたんですが、まあ、スタートがあんまり良くなかったこともあるんですが、まあ、多分鎌田騎手の中にも控える競馬も頭にあったんでしょうねまあ控えすぎてはとは思ってたと思うんですが2番手からの競馬も多分想定内だったんだろうなっていうような感じ見えましたしまあ余裕を持って馬の力を信じてっていうような感じの競馬でしたねでもやっぱりある程度早めにっていうような意識はあったでしょうしそういうような競馬の中で までも早めの中でも馬場のいいところに出すっていうようなちょっと真ん中どころに出すっていうような意識はありましたねですから本当に馬の力を信じて正攻法で押し切るっていうような感じの競馬をした中で思ってたよりも強かった馬がいたっていうような感じだと思いますねアルアインがまあ、うちの方から伸びてきてでそこでちょっと前にうちの方から 出られたんですよねそこを差し返すだけのちょっとパンチがまだ奇跡には足りないかなというような感じで、まあ、その辺に関してはもう少しまた秋になったら良くなってくる可能性がありますので、まあ、現状での力は出したというような感じですねもともと追い込み馬なんで後方から行けばもっと勢いがつくような形加速がついたらもっと癒し使うんでしょうけれどもポジションを取りに行っている分やっぱりその大飛びなところもあってあそこで スッと加速するほどのアルアインよりも先にスッと加速するだけの器用な足もなかったっていうような感じでもあるかなっていうのはまあでも最後しっかりと伸びてましたし止まったわけでもないので今までの奇跡だったら逃げててなんかかわされる時もすんなりとかわされすぎっていうような感じがあった中で今回の奇跡に関してはやっぱりー急車効果というかゴール前でのし,しぶとさというかもうワンランク 強さっていうものを徐々につけてきてるなっていうような感じで、内容としても文句なかったなっていうふうに思いますね。ブラストワンピース、ブラストワンピースはまあ陣営や池田秀がパワーアップしてるっていうふうにすごく言ってるんですけれども、でも僕はそこまで大きく変わったようには見えてなくて、逆にちょっと気になるのは足と比べて胴体が 大きく見えるっていうようよな感じがあってその洗練された馬体全体のすがるさっていうことに関してはちょっともう少し量化の余地があるんじゃないかなっていうような感じで、まあ、不器用なところがもともとあったんですが、まあ、そういった意味でその一瞬の動きの遅さだとかなんかちょっと勝負どころですっと加速しきれないだとか。 そういった部分っていうのは、まあ、この馬の現状での特徴というか、まあ、欠点でもあるのかなというような感じではありますね。で、まあ、歩き方に関しては、まあ、そんなに問題あるとは思わないんですがただ僕の中の理想では由利鴨名所をですね東京で東京2400で切れる足を使って勝った時あの時の歩き方ですね無駄の少ないススッと出て。 いかにも切れるううような感じがブラストワンピースにあってほしいなっていうふうに思うんですがまあでもスピードとパワーをつけるということに関してはこれぐらいの歩き方はしょうがないのかなっていうような感じでまあそのびっくりするようなその素足とかそういうのは期待できない場体にしても、まあ、バランスはある程度はいいのかなっていうような感じで、まあ、と,とにかく仕上がりとしては十分。 勝ち負けできる仕上がりではあったかなとは思うんですが、まあ、ただそういった中でやっぱり内外の差もありましたし、まあ、やっぱり能力的に抜けてたわけではないので、まあ、他の馬たちとほぼ横一線に近いようなそういったような中で進の取りとかいろいろかみ合わないとこういうことにもなるかなというような感じで、まあ、それは菊花賞も同じで、まあ、レース前に言った通り 箇所がうまくいかなかなったパターンで有馬記念の方は逆にうまくいったパターンでそういうギャンブル性の高さっていうのはもともとブラストワンピースにあったっていうようなところですね。でバグをつけばいいかというとその競馬もですね例えば東京コースみたいに直線の長いコースで直線勝負っていうような感じに近いような感じだとバグの中とか全然文句問題ないとは思うんですけれども今回は結構4コーナーの手前から。 ロングスパート気味になってましたんで、ラスト800ぐらいから結構厳しい競馬ではありましたんでそういった中で中途半端な馬群の中に突っ込んだりなんかしてこの馬の不器用さが響かないかっていうようなところはありますし逆に外を回して気分よく走らせた方がいい時もあるんだと思いますですからその辺に関しては今回のレースの質で馬群に入れたからといって成功したとは限らないというところで。 そういったたよううううな危うさととといいのもあっことですねそれで外を回る競馬ということに関してだけでしゃべるとですね外を回るということに関してもいろいろと種類があるんですよね。で池添騎手はですねちょっとその自分の中の基準みたいなものが結構強いタイプかなというような感じでレース展開に応じて 乗り方を変えるっていうのはそういったアドリブ能力が高いジョッキーかというとそういう感じでもなくて、まあ、例えば大胆に早めに仕掛けるっていうようなそういったようなパターンもあるんですがそれも池添力衆の頭の中にあればっていうような感じで基本的にはその自分の中の基礎の乗り方みたいな仕掛けのタイミングっていうものがあってそこに乗っかりすぎちゃうとこういうふうにレース展開的に 噛み合わないいとと苦しむっていうところがあるんですよねですから例えば今回の仕掛けのタイミングはですね前の馬たちが止まってくれる展開だったらあれではまる可能性が高まるんですが前の馬たちは止まらないっていうような感じでうちの馬たちも有利に競馬を進めてるっていう中になるとその分外を回っている中でなし崩しに足をつかまされたりだとかロスが大きくなってしまうっていうようなところがあるんですよね。 前の馬が止まる流れか前の馬が残る流れかでだいぶ外の回り方っていうのは変えなきゃいけないところがあってですから今回の場合だともうラスト800600とかその辺に入ってしまうと前の馬たちが後続に足を使わすようなペースメイクをしてるわけですよねですからそこに入る前ですねラスト1000とかその辺で一気に動いてっていうような形でポジションを取って先に先に仕掛けて マイペースで競馬を指すだとかそれがもっと大胆に待って素足勝負直線だけの競馬をするだとか例えば北三ブラック武豊騎手のペースメイクの時にも喋ったんですけれどもラスト800とかに入ってしまうと武豊騎手は徐々にペースを上げていってコーナーからなし崩しに足を使わすようなペースメイクをしてそれで外から動く馬たちが楽に回れないような 競馬を作るわけですよねですから今回の競馬も、まあ、ちょっと違うにしてもやっぱりある程度似通ったような形で戸崎騎は早め早めっていう風に仕掛けてる中でなかなか動いちゃいけないタイミングっていうところが出てくるようなそういったような競馬でもあるんですよねですからやっぱりその競馬に乗っからないようにやっぱりマイペースで競馬をできるように大胆に乗るだとか 先に,先に仕掛けるだとかそういったようなことをしていかないと結局はエポカドールを戸崎騎手が作ってる競馬に乗っかってしまったらこういうふうに外を回るとロスが生じてしまうっていうようなところがあって、まあ、とにかくそれに関してはレース前奇跡が逃げた奇跡川田騎手がペースメイクをした場合でも想定してたように想定通りの中で競馬の中ではよくあるパターンで そこのドツボにはまってしまったのが今回ブラストワンピースの池添機衆っていうようなところですね。まあ、ただ馬の能力とか評価自体は特に落とすこともなくてレス前と同じでやっぱりここでは上位の馬だと思いますし東京コースとかだと比較的乗りやすいと思いますんで、まあ、特に今後はそんなには心配する必要はないかなっていうふうに思いますね。サングレーザーサングレーザーはですね 馬体増えてましたし、たバランスもいいですし仕上がりの方は比較的良かったと思いますね。ですがやっぱり横の比較で見るとですねこじんまり見えるというか、まあ、やっぱりそのサングレーザーマイルぐらいだったらある程度素足が目立つかなというような感じなんですが中距離馬となるとですねもっとワンランクスケールが大きな馬たちが増えてくる素足の いい馬が増えてくるっていうようなところがあって、そういった意味で見劣りするっていう部分が出てきてしまうのはしょうがないんですよね。あとは道中と勝負どころでですね。引っかかったりだとか。何かジョッキーの乗り方も噛み合わない部分もあってまあ、外国人騎手はですね。結構その早めに歯かけてというかまあ、手綱を短めに持ってコントロールするだとか。 そういったような形でいつでも動ける体勢に持ち込んだりだとか早めにいいポジションに押し上げたりだとかするジョッキー多いんですけれどもそのパターンでその仕掛けたりなんかしながらいい,とこいいところを早めに取ろうとするがためにそのためにちょっと馬との折り合いを書いてるような感じもあってそれで無駄な消耗をしてしまった部分もあったかなというような感じですね。ですから 例えば武豊騎手とかになってくると最高峰に近いところでもう長田綱とかで馬を気分よく走らせてそれで勝負どころで軽くコンタクトを取ってそして仕掛けてっていうふうに段階を踏みながら馬をいかに気分よく走らせるかっていうことを考えた乗り方をするんですけれどもまあそういうような感じの方がもしかしたら今回は放送できた可能性があるかなっていうような感じで結局その。 やっぱりうまく噛み合わずにっていうような内容ではあったかなというような感じですね。エアウィンザーエアウィンザーはおりの動きも良かったんですがやっぱりパドックでバタイ見ても前走以上だったんじゃないかなというような感じですね。ただ横の比較で見るとですね素質的にちょっとだけスケールが下なんですよね。ですから まあ今回内目の方で足をためて前に壁を作りながら比較的ロスの少ない形で回ってこれたのにもかかわらず直線での伸びの中でちょっとかなわないなっていうような内容にはなりましたよね。ですから今後 G1 ということになると他の馬たちが自滅するだとかあとはレース展開的にドハマりするだとかそれかエアウィンザーがそのまともに競馬に乗っからずにマイペースで。 気策を打つだとか、例えば、あのー、どっかのタイミングで一気にまくって先頭に立って早め早めっていうような形で押し切るだとかそういったことでもないとなかなか難しい競馬が続くんじゃないかなっていうふうに思いましたね。まあ、でもレースによってはですねもう少しそのスカスカのレース内容になったりだとかする時もあると思いますし。 まあ、ワンペース気味平均ペースハイペースとかそういったような競馬になってくると逆転の余地もありうると思いますしそれとこのまま追わせるところがありますんでもっと追えるジョッキーが乗った場合にもう少し抵抗できる可能性もありますしまあ今回に関してはめぐう,うまく立ち回れたとはいえある程度 g 1の競馬に対応できたということは まあ今後につながると思いますしこれで少しずつ自力をつけていけば安定して G1 で走れるようになればいいところが出る可能性もあると思いますんでその辺には期待できる範疇ではあるんじゃないかなというふうに思いますね。ステイフーリッシュステイフーリッシュは、まあ、多分体調とかはいいんじゃないかなというふうに思うんですが。 やっぱり歩き方なんか見てたら他の馬たちと比べると硬いっていうような感じで、まあ、後ろの付け根周りとかその辺の部分にも頼りなさを感じますし、まあ、あとやっぱりこの馬は切れ味があってほしいんですが踏み込みが後ろに流れてしまってスピード寄りになってしまっているようなところがあって新馬戦とホプルステクスの時のような切れのある動きができてないいう というようよなところがあって、まあ、ちょっと作り方自体もあんまり僕は好きじゃないなっていうような感じではありますね。で、まあ、前走レースレベルが低い中での構造でしたし、まあ、基本的にはやっぱりここでは家賃が高いというか相手が強すぎるなっていうような感じにもなりましたね。ペルシアンナイトペルシアンナイトはですねこのまパッと見はいいんですよねバランスもいいですし 仕上がりとしては今のペルシアンナイトとしてはいいとは思うんですがやっぱりですねいろいろと衰えてきてる部分があるんだろうなっていうふうに思いますしまあその足の筋肉の質なんかもそうだとは思うんですがなんかその切れんばかりのの躍動感感いいうものを感じないんですよねただそれに関してはですね瞬発力勝負になったりもしくは レース展開が向かない中で自力だけで差し込んでくるための足が足りないんじゃないかっていうようなイメージになるだけであって能力的なものパワー的なものはそこまで落ちたような感じではなかったので今回みたいなちょっと後半消耗戦みたいなロングスパートの競馬で他の馬たちの足も上がるような展開だったらそれなりの足を使えてた可能性があるんですがそこでちょっと外を回ってなし崩しに足を使ってしまったかなっていうような感じで。 ちょっと今回もミルコ・デムロキシの今の流れの悪さというかここ 1, 1ヶ月半ぐらい重症でもうまく乗れないレースが多いっていうようなそういったような腹のくくれない部分も出たかなっていうような感じで以前のミルコ・デムロキシだったらこういった時に一番腹くくってそういう大胆な乗り方ができるかっていうような感じの起業も多かったんですよねですからその時のミルコ・デムロキシが出て例えばどっかでうちの本に入れたり最高本でもいいから 一旦内に入れてっていうような形でバグの中からスルスルっと上がってきて真ん中どころを外に出すというようなそういったような鮮やかな乗り方そういったような乗り方ができてた場合だともう少しいい競馬ができてたかなっていうようなそういったような仕上がりにはあったと思いますねとにかく足が溜まりきらなかったっていうような感じでミルコデムロキシ早め早めにちょっと外から無難に乗ろうとして結果として なしにに足を使わされたたというようよ内容に近かったですねステルビオステルビオはですね追い切りの動きがいいことが多くてでもいざパドックで見てみるとそこまでの大物感がなかったりあれっていうような感じのことも多い馬なんですが、まあ、今回はそれに近いようなところがあって追い切りの動きすごく良かったんですが。 パドックで見たらやっぱりちょっとこじんまり見えるというかまあそんなにはここで目立つほどでもないなっていうような感じの馬なんですよねただそれに関しては多分輸送で馬体が減ったのかなっていうような感じで馬体源があってちょっと馬が硬く見えたところもあったかなっていうような感じなんでまあそうですねもう少し余裕を持って作ってもよかったんじゃないかなっていう部分はあるっちゃありますね。 まあでも今回、止まり方がですね、距離が持たないような止まり方だったっていう風に丸山元気騎手が冷蔵庫にコメントしてるんですけれども、その距離がも長いというよりかは、多分乗り方が一番良くなかったんだと思います。先方ですね。この馬は本質的には追い込み馬だと思いますんで。 で追い込み馬にもある程度ポジション的に融通が利く馬もいるんですがこの馬の場合はやっぱり中段より後ろから足を溜めてっていうような形じゃないと今回みたいに好位のポジションですね前から競馬をしちゃうとと足がままらないいんだと思いますねしかも飛びが大きいところがあってその分その前の方から立ち回ろうとするとやっぱりある程度器用さを求められるところがある分その器用さも足りなくて。 なし崩しに足を使わされながら、なんか足が止まらないような競馬になって止まったっていうような感じに近いと思いますね。ですから、もし最高峰まあ、最高魔まで行かなくても、中段よりも後ろから競馬をしてっていうような感じだったら、だいぶ違ってた可能性はあると思いますんで、そのパターンだったら距離云々っていうような内容にはならなかった可能性が高いんじゃないかなっていうふうに思いますね。 とにかく今回は足がたまらないような競馬になってしまったというようなところで、まあ、その辺はマリマ元気衆の一人の判断で先行させたかどうかは分からないので除去を責められることでもないかもしれないんですけれどもとにかくマリマ元気衆は技術的にはかなり上になってきたんですけれどもでもやっぱり今回に関してはそのレースプランの中で。 腹くくって後ろから行くっていうことをその辺まで詰めて陣営と作戦を練れてたのかなっていうところは疑問に思うところがありますねスティフェリオスティフェリオはですねこのままいいんですよね、まあ、ステルビオと比べたら逆にスティフェリオの方がゆったりとした歩き方馬体かなというような感じでステルビオはちょっとこじんまり まとまってるような感じになってたんでそ,そこで比較でいくとスティフェリオの方がよく見えたぐらいですねで、まあ、この馬もともとは華奢なイメージがあったんですが本当に力強さも出てパワフルで迫力のある感じの仕上がりになりましたねさすがにその切れ味勝負だとかあとはまともなスピード勝負となるとここでは1枚落ちるんですけれどもまあでも 今ピークに近いんじゃないかなっていうぐらいそれぐらい素晴らしい仕上がりで、まあ、メンタルとかいろんな部分も良かったんじゃないかなっていうふうに思いますね、まあ、この感じだとヨーロッパ遠征とかしてもヨーロッパの方の芝とかでもいいところ出るかもなっていうような感じがあって、まあ、日本の G1 だとちょっと芝の軽さとか時計の速さ切れ味勝負っていうところで劣る部分が出てくるとは思うんですがもしかしたらヨーロッパの 2,000m ぐらい使ったらどっかのあんまり有名じゃない G1 とかだったら勝てる可能性ありうるかなっていうぐらいそれぐらい馬が良くなってきてるなっていうふうに思いますねレース内容としてはですね、まあ、ちょっと正攻法の競馬をしすぎかなっていうような感じで34番での外を回ってっていうような感じなんで、まあ、ロスも大きかったかなっていうような感じで、まあ、でも一旦置かれた中でも またちょっと伸びようとしたようなそういったようなしぶとさが出てきてて、まあ、このまま最近はコーナーでずぶさらしても折って折ってしぶとく正攻法で強い競馬をしてきたっていうところがあって、まあ、このままのいいところも出たレースではあったかなっていうふうに思いますね、まあ、ただやっぱりまともにやったらっていう中で器用に立ち回れるかというとそういったようなき小細工ができるタイプでもないだけにその分ちょっと乗り方としてもなかなか 選択肢が少ないかなというような感じで、まあ、まともにやってちょっと力が足りないロ。ロスも大きかったっていうような内容で終わってしまったなっていうようなところはありますね。ダンビライトダンビライトはですね。やっぱりマップにはいいんですよね。でまあ、前走出来があんまり良くなかったんで、まあ、そこから。ちょっと出来が良くなったなっていうような感じですね。まあ、出来が良くない中で、前走は重症化あったっていうような感じですね。で。 まあ今回はゆったりとした歩き方ができてて、でもうちょっと確かに力強さというかパンとした感じが出ればベストなんですが、まあ、でも、だいぶ8分9分くらいまでは来たかなというような感じですね。まあ、ただ、ちょっとやっぱりその先行したいタイプの割には不器用なところがあって、まあ、ちょっと中途半端に後位の外を回ってロスがありましたんで、まあ、しかも逃げ馬の エポカ道路とかも早めにペースを上う、まあ、ちょっとそのダンビライトの早め戦闘だとか大胆な乗り方もできるようなペースでもなかったかなっていうような感じで、まあ、ゴテゴテに回ったらこういう不器用さが出て苦しくなるっていうのはしょうがないなっていうような感じなんですがただまあ直線でもちょっともう一回伸びそうな感じこのダンビライトにもありましたんでそういったようにまだもう少し抵抗できてた。 いい競馬ができてた可能性もあったとということで能力的にはそこまで極端に落ちてはないので例えばエポカ道路を奇跡がいなくてすんなり先行できたらこの辺でもそれなりに見せ場はあるそういったような競馬ができ得る馬だと思いますんでま,あちょっとそのまともに他に逃げ馬がいてその競馬の乗る形で持ち味が生きなかったっていうような感じが大きいかなというような感じですね。 もう少し良くなる、もう少しいいところが出る可能性があるまではあると思いますね。以上です。ABCD 有加げんというコミの東野染と申します。失礼します。